アメリさん僕つんないでいいと思ってます。ほう。お、なんでですか。あれだけすれ違っといてセルフレポートを取ってるってことですよね。するってことは。そうですね、セルフレポートですね。さすがにいないかなって思ってますね。じゃあ10秒後にキルトサバタージュお願いします。カイさん、あ、おいおいおい、はい、はい、アベレージが発見しました。はいはい、はい、で、死体の位置がエレクトリカルでした。はい、奥。はい、エレクトリカルの右奥でしたね。右奥。これ夏目さん、夏目さんがなんかバグって、夏目さんミュート。あ、いや、夏目さんがなんかバグって黒くなってるんですけど、僕の画面も黒くなってる。夏目さんミュートじゃない。そうですね、僕も暗くなって。あ、ごめんなさい、夏目さん回線落ちっぽい。これ回線落ちか死んだかどっちかです。僕の画面死んでる、僕の画面死んでる。あーってことは夏目さん死んでるんだ。死んでるんだ。あ、じゃあ普通に死んだのか。うん、まあ夏目さんは死ん、うん、死んでる。あ、動画です、はい、バグたじゃん。ケオさんと、はい、もうすぐさんがエレクトリカル奥に、うん、見て出てアベリさんとすれ違いましたが、もうすぐさんは何をしていましたか。はい、あ、その時エレクトリカルでタスクして、でそのままエレクトリカルから富士宮さんと一緒にロアエンジンの方に向かっていきました。一緒に、はい。富士宮さんもエレクトリカルの中の奥を見た後という。奥は見てないですね。手前入ってもうすぐさんいるなって思ってすぐロア通って最後セキュリティでした。じゃあ、なるほど。はい、あ、いいですか。エレクトリカルがドア閉まってて、そこの前でアベレージと、もうすぐさんとセンタンさんの3人がいたんですよ。で、ドアが開いた後僕は移動して、センタンさんともうすぐさんが多分中に入ったのかな。で、うん、もう一回、エレクトリカルの方移動したらセンタンさんが出てきたんで、最初センタンさんかなと思ったんですけど、まあ、もうすぐさんがもし中いたとしたら、あの弁当を考慮しないで考えるともうすぐさんか、センタンさんがとりあえず候補かなとは思ってます。うん、まあ弁当使わなければってことですよね。そうですね。でも、うん、もうすぐさんは多分武雄さん残してたってことでしょ。ちょっと話すか。あ、そうです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 。だったら僕犯行無理でしょ、もうすぐさんして。あ、そうですね、そうですね、センターさん無理ですね。うん、だからセンターさんの方が先出てるんで。うん、うん、あ、じゃあセンターさん白くなったな。メイさんのセルフもまあまあ追わなきゃいけない気がします。バグりして、まあ、喋らずにスキップ、喋らずにスキップな感じで、はい。しました。ありがとうございます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 。あれ、ちなみにもうすぐさんと先端さんに質問なんですけど、はい、竹尾くんは奥で作業してたんですか？してました。してました。あ、了解です。で、2人が作業してるのを見て、私はストレージ方向に行ってアベリーさんとすれ違いました。じゃあアベリーさんのセルフか、もうすぐさんのキルか、ベントから来たかの3択ってことですよね。はい。そうですそうです。
だからセンターさんは先に行きました、だから出ました、確かに。かセンターさんは絶対無理ですよ。センターさんは白いと思います。竹尾さん殺しには絶対関われないと。関わってないです。大津さんの方があり得るのか、センターさんとよりも。うん、なるほど、わかりました。アリエルっていうのはどういうことですか？アリエルっていうか、もうそれさっきまで同一だと思ってた、お互いに白着してるのかと思ってたんですけど、違う。そうですね、僕も最初そう思ってました。で、証言聞いて、ほか後に出ていることから、もうすぐさんがキルしたか、アベリさんのセルフか、ウェントワンさんとか、うん、はい、そうです、はい、まあ、僕が白です。まあまあ、容疑者は一応アベレージさん、もうすぐさん、ベントの犯人の、うん、まあ、3択に絞れました。じゃあ次、夏目さんの話しますかね。あ、さっき発言できなかったんですけど、アルマとジングリさん右回りでほぼ一緒にいました。そうですね、ってことはベントないのか。ウェポンからもう本当にぐるーっと時計回りにストレージくらいまで一緒にいました。夏目さんは見てないです。私も夏目さん見てなかったな。ゲンさんは最終なんか一致的な動きは、うん、開幕ですか、初日ですよね。はい、カフェテリアから始まり、アドミン行って、ストレージ行って、エレクトリカ、それぐらいのタイミングでエレクトリカの停電が始まったので直そうと思ったら、エレクトリカの入り口入るぐらいで直りました。で、その後エレクトリカの奥に行き、そこで竹尾さんとご一緒しています。で、出ていくときにおそらくセンターさんだしを交差してるかな。で、ストレージの配線まで戻った段階でアベレージさんとほぼくっついたみたいな状態になり、で、ドアが閉まったんですね、そのタイミングで。なので、あ、これ誰か死んだなと思ったんですよ。次のキルグルタイム稼ぐために誰か死んだなと思って、で、真ん中のボタンを押すのやめてタスクの方を優先しようと思ったら、アベレージさんが死体を見つけていただいたという時系列です。了解です。じゃあ、白角今2人いるのかな。神宮寺藤宮がお互い白いって感じ。はい。藤宮、いや、じゃあ、アルマではないです。アルマ、アルマ神宮寺がお互い一緒に白角、はい、了解です。はい、で、残りが多分、夏目さん。アベレージさんか、はい、もうすぐさん、ボタン、お願いします。あ、了解です。これ。ご覧ないけど。全然ボタンを誰もいなかった、ずっともう円卓の周り回ってたけど。うん、僕が見つけたんですけど。はい。アドミンのダウンロードが途中だったんで、それ終わってから行こうと思って、終わって停電直しに行ったら、エレクトリカルの前で、ジングリさんが死んでました。中ですか、外ですか。外ですね、通路です。エレクトリカルの外でジングリさん。で、アベレージさんと、もうすぐさんはなぜボタンを押さなかったんですか。スキップですか。あ、いや、中央のエマージェンシー。エマージェンシーのキルが発生しちゃうから押してほしかったんですけど、2人で最速で。あー、すいません。あ、すいません、把握しませんでした。あー、ごめんなさい、言い方が悪かったかも。いや、ごめんなさい。いや、すいません、はい、なんかでも昨日の話を聞くと、センターさんは夏目さんも竹尾くんも殺せないような気がしちゃうから。センターさん白で置いてます。いや、センターさんは私も白だと思います。なんで、センタンジング、まあ、ジングさん死んじゃいましたけど、センターさん、アルマさんはまあ白角で、夏目さんに関してはゲン、スナザメ、藤宮の3人のうち誰か、うん、で、竹尾殺しがアベレージもうすぐ、あるいはベントハン。はい、そうですね、かな。はい、藤宮さん の, あの行動を聞きたいんですけど、僕全然聞いてない。最初の事件の時は、エレクトリカルでもうすぐさんがいるのを確認して、でストレージで先端さんが扉閉めて閉じ込められてるのを見た後、ロワー通って最後セキュリティって感じです。なるほど、うん、じゃあベントの可能性もあるってあるのか。ベントかどうかは置いておいて、です、アベレージさんともうすぐさんは昨日でも段階でヒット容疑者だったわけじゃないですか。はい、はい、でこの位置が特に触れられずに話すのはすごく私は違和感があるので、次こそは絶対ボタンを押していただきたいと思いますと、次のタイミングで私はどちらかを必ず落とすと言っておきます。連打してください。
はい、あ、私が入れるっていうだけで村の皆さんのそういうか分かりませんけど、まあ入れた方が村にありますよね、多分。会議ボタンをね、連打してください。もうずっと二人で連打しまくってください。はい、いや、この位置切りてぇな。今のキルの話もしなきゃいけないし、スコットも増えたな。さんがなんかやたら容疑者広げようとしてるのもちょっと気になるな。はい、一生分の連打しました。はい、あれでもゲンさんの昨日の発言ってことは、まあどっちかに一郎いるっていう感じで決めてるって感じですね。ちょっと弁当追いづらいっていうことと、まあセンターさんの発言が、まあ、センターさんは初日の段階で白を置いてたので、センターさんの、まあその、まあ、指示というか要望に全く従う気がないっていうのはちょっとなっていうのが、まあ、村感情としておかしいなと思ってます。アベレージさんはゲンさん見ました、まあ、ストレージで。ゲンさんストレージ、ごめんなさい覚えてないです。アベレージさんは配線をやっている位置にいましたので、村だった場合に配線で私が見えないっていうパターンは全然あると思います。で、砂鮫さんのアリバイは初日は、私はカフェテリア、アドミンで、そこら辺から停電が起こって、ストレージぐらいまで行ったのを、先端さんともうすぐさんの後ろにいました。追っかけた感じとしてはストレージで、ただもうこれ必要ないかなと思ってストレージの給油あたりで U ターンしたところで上から来るアベレージさんとすれ違いました。必要ないかなっていうのは停電中の話ですか？停電中の、多分停電中か、いや開けたんだ、開けたからも U ターンしたんだ。あ、すみません、ちょっと議論中申し訳ないです。ちょっとだけ画面がちょっとバグってます、今足。あ、了解です。はい、はい、で、続き話すと、でストレージで U ターンしたらアベレージさんが上から、カフェテリアの通路から来て、そこですれ違って私はそのまま上ポンに行きました。で O2 が最終地点かな。アベレージさん覚えてますかそれ？覚えてないです。了解です。まあストレージですれ違いました、タイミング的には。停電明け2人ですれ違ってるけど2人とも見てる。多分銀さんの方はタスクやってましたね。砂鮫さんに関してはちょっとマジで覚えてないです。了解です。阿部さんさっき見てないとおっしゃったのに、はい、私がタスクやってたって発言はさっきと相違がある気がしますが、タスクやってみてませんでした。まあ個人的にはアベレージもうすぐさん今日はどちらか釣りたい、どっちからまあ悪いかな。発言的に僕ですよね。でもね、いや僕はもうすぐさん、ね、もうすぐさんから行きたいかな。もうすぐさんとジミヤさんの、いやいやアベレージさんから行ってください。わしでその後にアベレージさんローラーする感じに。はい、なんでなんでですか、バグってる系かな。いやローラーするんで、あローラーローラーするんで大丈夫です。うん、抽象的な言い方ですいません。アベレージさんの言い方は狼っていうより村っぽい言い間違いだと思いました。はい、まあ素直に考えて、ワエンジンでとかその辺で殺してんじゃないかなと思うけど。わあ誰も死んでない、危ねえ、よかった、うん、絶対死んでると思ってた。ギリギリでしたね、多分30秒、はい、アベリさんがもうボタン消費されたと思ったので他の方がおさらそうですね。ありがとうございます、はい、しました、うん、私もカフェテリアで連打してました。あ、3人いたのかで、まあ僕ロラですよね。一応その前に質問したいんですけど、エレクトリカルのやつがちょっとなんか整理できなくて、あれって、先端さんが一番最初に入ったんですか？で、ゲンです、多分最初は。竹尾さんとゲンがセットになって、で、ゲンが出ていくタイミングで先端さんたちとクロスしました。はいはいはい、アベレージさん、僕、つんないでいいと思ってます。ほう。お？なんでですか？あれだけすれ違っといて、セルフレポートを追ってるってことですよね。するってことは。そうですね、セルフレポートですね。さすがにいないかなって思ってますね。まあ、そんな1回だけじゃないですか、すれ違ったのって。そんな。だって砂溜めさんとゲンさんと、そういうことですか。で僕も見てて、で、アベレさん視点、もうすぐさんとかも多分
それまでにチラチラ見てるはずで。そうですね、もうすぐさんと先端さんは見たって最初言いました、うん、必要ないと思うけど、まあ不安ならいいけど、ちょっと完遂したいかなって。それで2キルされたらやばいですもん、うん、僕はちょっとその視点何も見てなかったんで任せますけど、うん、で、あの夏目先生、あのそうか、センターさんは失格しろ、ね、多分ね、あの僕が追ってるのは藤宮さんがベントからエレクトリカル入ってきて、でキルし て, て, てそうで、あ、うん、一緒に動いて最後キルしたってストーリーが、やべ、投票した、投票、いやー、悩ましいですね。ないかな、悩ましい。一応先端アルマがもう勝ってるかな。ゲンです、アベレディさん白だと思います。これ1票絶対オオカミが入れてると思います。これ、アベレディさん、私が入れました、アベレディさんに1票。あ、よくわかんないけど。スキップできるんだ。だけだと思ってた。喜びのマイストルが黒オレンジ、これダブルキルで終わったな、いけるな。青緑ないかな、エントから出てきて合流したってストーリーないかな。考えすぎかな、なんか最近考えすぎ多いからな。もう終わんないね。すぐさんで連れてそう。なざめさんはなんか容疑の広げ方がわからんかったけど、まあ間違えてる村って感じか。いや、さんじゃ、ね、はい、はい、砂ザメです。ちょっと話をさせてください。はい、はい、アドミンで死体を発見しましたアルマさんですと。はい、でもう私目線は、藤宮さんかなと思ってます。理由はアドミンを直さなかったから。なるほど。で、あ、僕もいいですか。いや、先砂ザメさん、あ、すみません、お願いします。で、私が O2 アドミンになった時にストレージからアドミンに向かいました。で、藤宮さんが一人立ってたんですよね。そうですね。だからここは藤宮さんに任せようって言って O2 側に行った時に上から来るアルマさんが来たんですよね、うんうん、ってことはアルマさんが O2 直したんだ、なんでアドミン直らねえんだって言ってまたアドミンに戻ってったら、先端さんと藤宮さんがそこに立ったのかな、パスワードの前に立って、でそこの時点でも藤宮さん黒いなって思いつつ、まあ、一応アドミン出ました。でそしたら先端さんと多分私が出たのかな、アドミンで、アルマさんがアドミンに入ってったんですよ。あ、やべえ、これアルマさん殺されんじゃんと思って U ターンしたら殺され、あ、違う、アルマさんか、アルマさん殺されんじゃんって U ターンしたらアドミンでアルマさんの死体がありました。で以上です。僕の弁明としては、まあ、あのアドミン直せなかったのは単純に、あの番号間違いで直すのが遅くなったっていうので、最後、アドミンでアルマさんと一緒にいたのは、本当で、その後僕カフェテリアに逃げたので、まあ、僕目線だと砂染さんになります。まあまあここはもう2択だと思います、うん、あ、いいですか、はい、監視カメラ見てて、あの藤宮さんが弁当出てくるのを見て、うん、ナビゲートで殺しました。以上です。ちょっとおかしいですね。簡単な結果だった。
なるほど。悩んでたんですけど。よかった、アベレージさんやっぱ信じてたよ。ありがとうございます。昨日入れてごめん、本当に。いやいや、全然。いや、僕は止めたからね、アベレージさん感謝したまえ。やばい、ありがとうございます。ちょっとお二方のコツをやらさせていただきます。ここはアベレージさんローラーでしょって言っちゃった、昨日。したかった。いやいやいや、でも逆に僕も皆さんの立場だったらローラーしてるんで全然大丈夫です。ちょっとなんか座りたくなってきたから、ちょっと四つん這いになってもらっていいかな。はい、かしこまりました。やっぱアベレージさんなんだよな、死んでるべきは。ありがとうございます。あ、うん、あの2票で洗えたのは大きかったですね。よかった。入れちゃダメだったか。フィンフィンフィン。お疲れ様でした。ナイス。なんでなんで。やっぱりローラーでしょ、最後なんか。何してくれと、おかしいでしょ。危ねえ。あれ、アルマさん、アルマさんって、アルマさんちょっと聞いてもいいですか。はい。はい、あのエレクトリカルで神宮寺見つけたときって、はい、もうすぐさんめっちゃ目の前で走ってたんですけど、あれ視界に入ってなかったんですかね。え、入ってないです、入ってないです。停電中だったんで。そうなんだ。あ、停電中も見えないです。見えよりは、うん、暗いです。停電中結構すれ違い見えないですよね、うん、やっぱり難しい。めっちゃ目の前で、あ、これは見えるだろうと思ったら全くなかった。え、こっち側に走ってきてたってことですか。いや、あのロアに逃げてるんですけど。うんうん、あれ、夏目さんはどこで、ごめんなさい、聞き逃したんですか。セキュリティで僕がやりました。セキュリティか。本当に、あと 0.5 秒押すのが早かったら死んでないです。あ、リポートする本当直前。え、あと、ベントから来た。いや、普通にローワーから行きましたね。あ、そっか、監視カメラ見てたわ。もうすぐさんは、じゃあ、センターさんが出て行って竹雄くんと二人きりになって竹雄くん殺したら、はい、アベレージさんが入ってきたんです。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、やばいなって思いました。あ、これやばいな。なるほど。はい、これやばいなって思う。それセンターさんは白角にしといけば、まあなんとなく疑われないかなと思った。アベレージさんじゃあ U ターンしたんですか。エレクトから出てまた入ったっていうことですよね。そうです、一回出てでストレージで作業やってもう一回見に行ったら、あのセンターさんが出てきてで入れ違いでって感じでしたね。あー、なるほど。あ、じゃあストレージの給油からエレクトリカルに戻ったところを多分砂ダメとすれ違ったのかもしれない。あ、位置が曖昧でした。で、ね、上から来たかなっていう風に勘違いしてた。いやでもやっぱ砂ダメさん、わしはアベレージさんをローラしてほしかったです。いや、危なかった。やっぱりアベレージさんって言われた時に衝撃的でした、わしは。いや、ちゃんと入れたんですけどね。でもアベレージさんやっぱセキュリティで見てくれたんで、もうそれはもう決定的でしたね。いやー、ローラストップ最高でしたね。いやー、よすごかった。あれはうまい。いやー、ローラさん残り1ローで、でかつ砂ダメさん白ですけど、そう、表の割り方で大体ね、残りでも私一応グレー1だったから、や、多分最終日やべえなって思いながら。最終日の砂雨さん少なくとも白でも黒でも嘘はついてないっていうのは私目線結構わかりやすくて、結構カフェテリアの間を行き来してたので、あの、はい、アルマさんが、アドミンで死んでどうこうっていうくだりはすごくリアリティがあったので、気持ち砂雨さんやっぱり白かったです、もともと。はい、でもあの時アベレージさんローラーしてたら私と藤宮さんの一騎打ちになって、もしかしたら負けたのかと思うと。いや、やっぱアベレージさんだな、やっぱり。どうしたのか。ベタボレじゃないですか。振らなくて、ローラー振らなくてよかったと思って。いや、分かんないもんすね、本当に最後まで。よく村ストップしたな、私全然止まれなかった。いや、まあ、普通はローラーした方がいいと思います。そう、あそこなんで止めてくれたんですか。え、アベレージさんのことが好きだから。わお。わー、セントンさん。セントンさん、あれ、センターさんと砂田さんの取り合い。ちょっと僕の獅子が裂けちゃう。すごい。いやー、すごかった。さっき O2 狙ったのちょっと早すぎましたかね。ちょっとリスキーだったかな。O2 でワンチャン、O2 勝利勝ちいけるかなと。勝利はね、なかなか、うん、条件が揃わないと厳しいですね。4人だったら全然いけたかなとは思うけど。うん、そうですね。6人でしたっけ、あの時確か。そうですね、6人かな。6人だと、そうですね、アルマさんも生きてたんで、あの時。いやー、でも、面白かった。今のも面白かったな。いや、ロラストップの判断が。いや、あれマジですごいっすよね。いや、そうやって。びっくりして。私以外みんなストップしただからっていう結論から言うと、私と狼以外は。